どうも、クライオンです。今話題の画像や映像をお届けいたします。くつろいでご覧ください。そしてチャンネル登録もお願いいたします。まずはこちら。こちらですね。例の雑品に関する着用したいか、したくないかのアンケート。10万人以上が投票中です。まだ現在も受け付けているんでしょうか。もちろん、着用したくないが圧勝6割以上。 とはいえ、未だに着用したいがこんなにいるんですね続いて、あるテレビ番組の一コマ。解説。歯磨き後のうがいは一回だけにしてください。なぜならすすぎすぎるとフッ素が流れてしまう。いやいや。流さないとダメでしょう。続いて、こちらの見本。 鳥の定食台のようですが、こちらに注意書きがサンプルを信じないでください。どういうことでしょうかねこちらのサンプルとはだいぶ異なっているんでしょうかもっとだいぶちっちゃいのかな見てみましょうか。サンプルを信じないでください。来たのがこれ。めっちゃ違うやん。 続いてもうだいぶ熱くなってきましたねこれでいいんじゃないですか続きましてこちら車に閉じ込められた時の対処法 Take the card from the visor Go straight up from the door lock insert it into the window channel until it stops pull back and release いやそうです続きまして何か癒されますね続いてこちら日本語弁論大会の出場者3年生ちょっと躊躇しますねさすがにケンコバ笑ってないですいきまして フライデーがスクープしました。日本維新の会がちょめちょめ未遂で1年前に逮捕された秘書党当職員として最高用。約1年前に知人男性を車で跳ね顔面を殴った秘書が。さすが維新の会。ラストはこちら。ご免疫。こちら何線でしょうかね Bunlar <laughs>